ノーコン真面目くんは引っ込んでな、俺が仕留める。後ろ、坑道の奥で、なんか光って、あの光は、魔法石。おいお前、ひとまず逃げるんだぞ。このままじゃ全員やられちまう。来てくれば大丈夫か。いってー、なんだったんだよさっきの。あんなのいるなんて聞いてねえって。ただのゴーストではなさそうだったな。もう諦めて帰ろうよ。あんなんと戦うくらいなら退学でいいじゃん。もうなっ、叫んだ。退学になるくらいだったら死んだ方がマシだ。魔法石が目の前にあるのに諦めて帰れるかよ。は、俺より魔法下手くそなくせに何言ってんだか。行くなら勝手に一人で行けよ。俺はやめた。ああ、そうかよ。なら腰抜け野郎はそこでガタガタ震えてろ。はあ、腰抜け、誰に向かって言ってんの。なあビュース、お前なんかキャラ変わってる気がするんだぞ。悪い、少し取り乱した。先ほど学園長が言っていた通り、魔法は万能ではない。強くイメージできなければ魔法は具現化しないんだ。大掛かりな魔法や複雑な魔法の使用には訓練がいる。だから魔法学校があるんだけどね。パッと思い浮かべた通りに魔法を使うにはかなり練習が必要ってわけ。ぶっちゃけテンパってるとミスりやすい。得意な魔法なら感覚で使えるんだけどね。とにかく僕は何とかしてあいつを倒して魔法石を持ち帰る。だからお前さ、シャンデリアの時といい、実は相当バカでしょ。さっき全然歯が立たなかったくせに何とかって何。何度やったって同じだろ。なんだと、お前こそ。また始まったんだぞ。いきなりでけえ声出してどうしたんだぞ。しかし一体どうしろって言うんだ。作戦？それってみんなで仲良く協力しろってこと？は、何それ、寒っ。よくそんなダッサいこと真顔で言えんね。同感だ。こいつと協力なんかできるわけない。でも、入学初日で退学って、もっとダッサい気がするのだ。それは…わかったよ。やればいいんでしょ、やれば。で、どんな作戦？なあ、本当にその作戦うまくいくのかよ。いや、不安なんだぞ。硬くなりすぎ、気楽に行こうぜ。じゃパパッとやりますか。